つもご覧いただきありがとうございます。12月の下旬に降った雪も日陰の部分を残してほとんど溶けてしまっています。去年の7月に視聴者の方から固形燃料の効率的な保管方法についてアドバイスをいただきましたので、その検証を6ヶ月かけてさせていただきました。いただいた保管方法は冷凍庫で保管することにより劣化を防ぐことができるということでした。そして検証の方法としては、冷凍庫、冷蔵庫、そして常温の引き出しの中、6ヶ月の経過によってどれだけグラム数が減るのか減らないのか、そのあたりを検証してみました。これが常温の引き出しに入っていたものです。これが冷蔵庫に保管していたものです。次に冷凍庫です。これが冷凍庫で保管していたものです。この3つの袋はそれぞれ半年前にグラム数を測ってあります。今回計測することによってどの保管方法が一番劣化が少ないのか、それを確認してみたいと思います。2020年7月15日 50.3g のものが 48.9g です。次に冷蔵庫で保管したものですけども、2020年7月15日に 50.2g ありました。 49.8g です。次にいただいたアイデアの冷凍庫保管ですね。2020年7月15日に 50.3g ありました。 50.1g です。野菜室の底に入れてあります。これか、これだよね。こんな状態で保冷袋に入れてあります。特に密閉しているわけではないんですね。火炎エースの固形燃料 30g、 これが40個1袋に入っています。それが2袋です。それでは開封してみます。こんな感じになっちゃいましたね。予想よりも少なくなっちゃってますね。どうでしょう。全部開けてみる。これ裏か。これが未開封で3年と5ヶ月冷蔵庫で保管していた
30g の固形燃料です。この端の方の固形燃料は相当劣化しています。これなんかはこんな感じですね。次、これもこんな感じです。これは半分以上残ってるって感じですかね。この2つも7割8割ぐらいに減ってる感じです。それではそれぞれグラム数を測っていきます。 5.4g ですね。これは 4g、 これは 13.9g、18.3g、 20.8g。 こちらは全体的に劣化の度合いが少ないので、この真ん中の一列、こちらの方から順に測っていきます。 30.9g、 31.5g、31.5g、 29.6g、 31.7g、 31.2g、 24.7g。 そして一つ一つの状況ですね。多少こんな感じで成分が溢れてるって感じですね。すべてのものがそんな感じですね。こんな感じです。今計測して確認した結果、40個のうち6個の劣化は激しかったんですけども、34個に関しては劣化は少なかったです。特にこの2つの劣化が激しかった理由は、この個別の包装のまずさにあったんじゃないかと思うんですね。ですので、ほとんどの固形燃料は劣化がほとんどなかったように感じられます。そして、冷蔵庫と冷凍庫の保管の違いですけども、冷凍庫に余裕があれば冷凍庫で保管した方が良いように思います。6個は早急に使って、またこれは袋に戻して密封して、今度は冷凍庫で保管して、いざという時の防災の燃料に備蓄しておきたいと思います。以上です。ご覧いただきありがとうございました。